みなさん、こんにちは。しおりみちゃんねのしほです。はい、ということで、今回ですね、今回は、りみちゃんにサプライズプレゼントをしたいと思いまーす。イェイということで、はい、ここにあるんで、大体のものはわかると思うんですけど。映ってる？うん。これ多分、うん、この袋で多分何をプレゼントするかわかると思うんですけど。わかるかな。今回は洋服をプレゼントしたいと思います。はい、で、どうして洋服になったのかというと、はい、リミが学校に着ていく洋服が全然ないって言ってきたわけなんですけど、はい、リミにネットとかで洋服屋さんとかで選んでいいよって言っても、なんか選ぶのが得意じゃないのか、やっぱいいやみたいな感じになっちゃうんですよね。選ぶのが多分ね、めんどくさくなっちゃうよね。あんまり興味がないんだけど、でも欲しいんだけど、選ぶのはめんどくさいから、じゃあいいやってなっちゃうタイプ。洋服選ぶんだったら家でのんびりゲームとかしてたいタイプだから、うん、そうなんですよ。自分でね、選ぶのが下手なんですよ、リミは。なんかね、はい、そのくせでも学校に着ていく洋服がないとか言い出して、じゃあということでね、ママとしほちゃんはね、よくお外行くので、はい、その時にね、ちょこちょこね、リミちゃんに、ね、はい、買って選んできたのがあるね、はい、それをね、100均で買ってきた、こちらの袋に入れて、はい、プレゼントしたいと思います。はい、これはセリアで買ったものです。でかい、はい、100円です。でも安い。はい、で、あとリボンね、この前ダイソーで買ったリボンで、ちょっとぐるぐるでリボンに可愛くしてぐるぐるとりあえずどう巻こうか、まあいいや、ちょっと太いリボンが良かったかな。はい、じゃあどんなね、ものをあげるかをさっと、じゃあ出して、で、値札っていうか、なんか切って入れる、はい、ということで、はい、島村とイングと H&M で買ってきました。はい、まず島村はですね、あの、皆さん、あくまでも学校用なんです。で、リミちゃんの好きなのは、もう上はほんと黒の T シャツが大好きです。で、下はあのワイドパンツの、はい、なんかデニム地みたいなのが大好きで、それしか履かないって言っても過言ではありません。そうです、はい、それを前提に皆さん言ってくださいね。ダサいとかじゃなくて、もうこれは学校用でリミちゃんが好きっていうのを考えた上の選択なんで、こうおしゃれを目的とかじゃないので、全然、はい、まずそれを皆さんちゃんとなんだこれと思われるかもしれないので、このチョイスがでもこのこれリミちゃんなんですよ。もうリミちゃんなんだよ、これ。もうでもリミちゃんの好きなものであろう洋服たちなので、多分ね。じゃあまず1着目こちらです。はい、こちらはここにね、ロゴがついてる黒 T です。はい、ちょっとロゴが見づらい、見づらい、記録が見たのか、先890円です。890円です。ほんとここにロゴついてたり、なんか黒 T 好きなんですよ、リミちゃん。そう、黒 T が大好きです。あと大きめね。はい。長めの、短いのは絶対 NG です。そう、めっちゃ長いのが好きなんです。ちょっとでもこう手を上げて、この辺が見えようものなら、うん、もうそうそう、無理無理ってなっちゃうんで。そうなんですよ。続いては、こちらです。はい、もうシンプルですね。黒 T です、これも。あ、でも裏にね、ちょっとおしゃれな感じなんですけど。うん、今時の感じですね。今時の感じです。これをチョイスして。これならいい。これなら、はい、うん。続いても、はい、またまた黒 T でーす。そうですね、ふざけるね。500円です、皆さん。またここにね、プリントがある。はい、あ、リミちゃんぽい。黒 T です、はい。これもリミちゃんぽいです。黒っぽいのしかね、着ないです。で、こちら1200円の黒 T です。これちょっと丈がね、長めなの。多分ワンピースじゃないかなって感じなんですけど。あー、でもリミは下に履くだろうね。多分下に履くんですけどね。はい、黒Tです。はい。でさ、本当にさ、私からすると嫌がらせなんですよ。黒、黒、黒、黒じゃん。うんうんうん。リミからすると、わーいなんですよ。そうなんですよ。もうリミちゃんこういう服が最高なんです。ていうか、こういう服しか着ないよね。うん。うん。続いては500円の、あ、これも500円クロディです。そうだ安くない？そう、500円の2枚あって、どっちにしようかって迷ったんだけど、500円だったらじゃあ2枚買っていってあげようってなって、500円も2枚買ったんだよね。はい、あと下です。下もうね、リミちゃんは絶対普通の膝丈のスカートとか履かないので、絶対に履かないので、学校にはね、まあ日常土日とかだったら、司法とお揃いとかでは履いたりするんだけど、
学校では絶対に履かないので、もう絶対この形です。このワイドパンツ系な、これしか履かないんです。でこれチェックで可愛くない？そうだからね、ちょっとでもあのデニム生地じゃないやつにしようと思って。これいいよね、チェックで、黒、はい、何でも合うと思います、うん、続いてはでちょっと夏らしく、まあ、リミちゃんの好きな青っぽい感じのチェック、はい、はい、これもね結構安かったと思います。890円、ね、そう890円、お安いですね。はい、じゃあ最後、島村の最後だね。はい。は、これはね、まあ、ワイドパンツっていうほど、ワイドじゃないんだけども、こんな感じの、まあ、ベルトは絶対つけないから取るんですけど、これ取れないよ、ベルト。嘘、取れないやつ、うん、大丈夫かな。大丈夫だよ。大丈夫かな、ちょっと心配ない。もうベルト取れるのかと思ってた。やばい、大丈夫かな、めちゃついてるやつ。まあいいや、まあこういうねちょっとゆるっと履ける、はい、パンツ、こういうのもいいんじゃないかなと思って。私が校外学習に履いていこうとしてたっぽいやつだね、うんうん、はい、はい、ということで島村が以上です。すごいね、何点？1、2、3、4、5、6、7、8点です。8点、島村8点です。はい、じゃあ次行きましょう。じゃあ一回これ下ろして、でれん、イングで買ってきました。あのしほちゃんが前ね、パパ対ママのコーディネート対決の時にイングに行ったので、その後ね、ちゃんとリミちゃんの分も実はね、はい、買ってます。まずこちらで、まあ、リミちゃんには内緒で買ってます。はい、こちらです。はい、まあ、こちら黒 T、 ゆみちゃんね大人のでここ T シャツも大好きなんですよ。そう、ここにねプリントがあって、あの大人用だと丈が長いじゃないですか、うんうん、ブカってするじゃないですか、うんうん、それが好きみたいで。そう、大人用も全然そうなのでいい、自分で大人用がいいって言ってました。さ、この前この前言ってたよね。言ってました。だからもう全然 M とか、はい、まあさすがに L は大きいけど、うん、S、まあ、フリーサイズも普通に着てるんですよ、リミ。ね、大好きだよね。ね、うん、でこちらの、はい、これは休日用にしほちゃんとお揃いで履くように、はい、あのママ対パパのコーディネート対決を見ていただいた人はちょっとピンとくるかもしれないんですけど、ママがしほちゃんに買ってあげたデニムとお揃いなんですね。ね、でこれをお揃いで買うと、まあ、リミちゃんもこれを履けるかなということで、はい、はい、リミちゃん休日はね、なんかしほちゃんに委ねるのでコーデを。そうなんですよ、お揃いが結構ねまだやったりするんだよね。はい、はい、こんなん買ったっけ。え、それにあの黒いのを上に重ねんの。あー買ったわ、思い出した。しほちゃんはベージュ。思い出しました、これ。続いては、忘れてた。これしか買ってないと思ってた。はい、こちらです。ですね、こちらはこのね白 T。うんうん、これだけでも全然着れるんですけど、この白 T にね、まあ、流行ってるね、こう重ね着風っていうの。そうですね。うん、こんな感じでね、ベストみたいな感じで、横にリボンがね、そうね、リボンってめっちゃ可愛いんですよ。結ぶやつですね。そう、めっちゃ可愛いんです。マリミちゃんの黒ですけどね。はい、まあこれはねちょっと休日用です、こっちは。ちょっと、ね、あとベルトです。はい、これはスカートのベルト。はい、これはまあ休日用ですね。そうですね、まあ T シャツは学校だけど、黒 T は学校で、白 T もいけるけど、まあでも絶対白は着ていかないでしょ、着ていかないか、学校には。そっか、まあこれはこの辺はまあ、あの休日用です。夏休み着たいと思います。はい、次はね H&M。 はい、で買ってきました。まず1着目がこちらの水色の T シャツです。はい、これも大人用で XS なんですけど、うん、そうそう、 XS なのでね、まあ着れるかなということで、着れるかな、まあいいかなと。リミちゃん、これ999円で安くない？安い、安いよね。本当にこういうの好きだよね、リミ。リミっぽいよね。リミっぽい。これ見た瞬間リミかなと思った。あ、2個買って、あ、そうそう、それしほちゃんとね、お揃いで買ったので、それ買ったんですけど、リミちゃんにこれをプレゼントしたいと思います。
あ、いいんじゃない？かわいい、かわいい。うん、いいと思います。かわいいと思います。はい。はい、こんな感じのリミちゃんにも。ラスト、じゃじゃーん。これもね、しほちゃんと色違いですね。はい、私白買ったんですけど、はい、リミちゃんはやっぱ黒かなと思いまして。リミちゃん白あんまり好まないんで。黒のね、絶対黒がリュック買ってきました。はい、これほんと 何にでも合うと思うので、うん、いい大きさかなとも思ったし、漫画も入る、携帯も入る、うん、完璧みたいな、うん、添えるしね。はい、これならリミちゃんも使ってくれるかなと思います。持ってプレゼントしたいと思います。ということで以上です。はい、じゃあこれを全部この紙袋に詰め詰めしていきましょうか。はい、はい、じゃあこんな感じで出来上がり。はい、じゃあこれをリミちゃんにプレゼントしたらいいんですけど、はい、どうしよう、どうやって渡す？リミバブー、リミバンマーおいでーって、お菓子あるよ。どんな誘い。じゃあそうする、リミを呼ぼっか。リミ夏休みだからね、リミちゃん下で今ねいるんだけど。そうですね、じゃあ呼びましょうか。まさかこんな撮影してると思ってない。リミバンマーおいでー。え、ごめん、今だけちょっと来て。リミパンマン、リミパンマン。逆ギレしてる。来て。まさか撮影再建とは思ってないよね。思ってないよね。怒って入ってくるかな。何も絶対怒って入ってくるよね。何も今からやるところだったのに。なんとかちゃんと、あ、怒ってる怒ってる怒ってる。聞いて、カモンベイビーアメリカ。え、ちょっとちょっと吐いてますか。吐いてますか。吐いてますか。ね、下履いてますか。履いてますよね。履いてよ。リミちゃん、あのリミちゃんにです。そこちゃんと閉めてください。リミちゃんにですね、こちらサプライズプレゼントでございます。はい、リミちゃん、リミちゃんさ、最近さ欲しいものあったでしょ。うん、何欲しかった。じゃあ服。はい、よ、学校に着ていく洋服ですよね。おも、そう、ママとね、リミちゃん自分で選ぶの得意じゃないから、ママとひょうちゃんでいっぱい買ってきてあげました。嬉しい、嬉しい。じゃあ見てください。いいや、聞いて。うん、パコン。カバン入ってるよ。そう、カバンはね、これしほちゃんと色違いなの。しほちゃんは白で、これほら、漫画とか入れられるし、ちょっと小さめのリュックで可愛いでしょ。小さい、かわいい。これ、お友達の外で遊ぶとき、うん、外で遊ぶときいいでしょ、リュック。漫画と携帯入れられるでしょ。ただ漫画4冊は入る。うん。そんなに。じゃあ出していこっか、わかんなくなっちゃうから。はい、かわいい。どうですか、リミちゃん好みを全部チョイスしてきましたので。そうです、いいですか。全部好きです、リミちゃん。多分リミちゃん全部好きじゃないかな。はい、あれ好きだよね。うん、次、じゃん、シンプル、シンプル。どうです、着れそう。うん、これ580円。値段言わなくていいんだけど。全部リミの好きにやっちゃう。これも580円。どう、こういうシンプルのだったらいけそうでしょ。うん、いける。リミはなんか黒でシンプルでっていうのだから、みんな似たようなのだけど。うん、どうかなって。それちょっとね、長めなの丈が。でも長いのも着るじゃん。着る。めっちゃいっぱいあるでしょ。めっちゃいっぱいある。これもシンプルだよな。何これ、裏はね模様があるけど、前は模様がないの、ほら。
これほら、なんか長袖に似たようなの持ってたでしょ。持ってた。いいね。これはね、しおちゃん説明してあげてください。何これは？中のね、白 T のセット。これはですね、これはね、りみちゃん休日用かなっていう感じで、ちゃんとお揃いで、うん、白 T 持ってて、この白 T にこう、こうやってこう切るやつ。へー、これも多分休日用で、これはね、イングで買ったやつです。はい、 OK？ うん、次、はい、ジャボン。そうです。ほら、これいつもりみちゃんさ、デニムチでさ、学校でさ、毎日同じ服なのってさ、思っちゃう人もいるかもしれないじゃん。だからちょっとね、ちょっと違うのにしてみた。ジャン。あ、これは休日用のしおちゃんと同じ。え、でも学校に着てってもいいよ。スカート。りみちゃん絶対スカート履いていかないもんね。次、これは夏っぽいでしょ。色違いの。色違いね、チェックだったら着やすい。上が黒で、うん、次クロティです。いい、それイング。これ大人用のちょっと大きめのりみちゃんが好きな。いったね。大人用好きなんだよね。そう、これがちょっとね、まあ家で履いてるかどうか。一応ちょっと緩めの黒ズボンなの。かわいいでしょ。これ家に似たのある。あるっけ。でもちょっと着てる。うん、着てるって。多分うちのだ。いいね。どう？どうする？いいよ。いい？あと、しほちゃんが今してるお揃いのカチューシャ、これ休日にしようかなと思って。ちょっとだけない。今あんまり長期間お出かけできないからね。そうですね。いいじゃん、りみちゃん、うん、で、あとはまあベルトだけ。ベルト、うん、終わり。終わり。どうですか？ちょっとあったでしょ。どう？でも、りみの好きなやつ。ほんと？気に入りしましたか？うん、なら良かったです。良かった。学校来ていけそう。いっぱい。うん、良かった。今回はイングと H&M と島村でね、買ってきました。はい、学校用だからね、もうこんな立派なものじゃなく、まあ、さっとね、着れる感じでいいかなと、うん、ね。でね、りみちゃんの好きなね、リボンもしたんだよ。りみの好きな色でしょ。色好きだよね、エメラルドグリーン。私が結んだんだぜ。上手。やったー。ゆうちゃんも見てみましょう。おしほ。おしほ。ありがとうございました。やしただって。やしたー。はい、でもりみちゃんが喜んでくれてよかったです。切れるよ、切れる。着れる？ということで、今回はね、りみちゃんにサプライズで洋服をプレゼントしてみました。はい、はい、ということで、え、洋服何着だったんだろう。15着ぐらい。島村が8でしょ。リングが4。兄か3か3だ。3だから11。はい、で12か。12で小物合わせて14。14個も入ってましたね。すごーい。はい。はい、ということで、それでは、バイバーイ。バイバーイ。